shinobi mai.虎の館と知って飛び込んでくるか。その度胸よし歓迎するぞ。親方様、今日までの鍛錬、この雪村めに示させていただきたく。よかろう、やってみせよ雪村。うらー、俺たちも負けてられねえぜ。 武田が心得一圧、早くこと風の如く、これすなわち先手必勝なるや。おお、では問うが、その速さに兵法はある？兵法？それはなぜ目を閉じている？バカにしているのか貴様。これも 修練の一つなりえ。守りを固めよ。我らは城、石垣じゃ。承りますれば武田の止まらん、見届けたぜ。敵対象を撃つまで、ご無理は禁物ですぞ。熱くたぎりながら、そのうちには常に内田心の己を持つのじゃ。承知いたしました。 雪村、石なき風に事は運べぬと知り候。反省だけなら猿にもできるってね。この際だ、しっかり学びなよ大将。やはり式とは難しいものにござるな。山林のごとく佇む 親方様のように、いざ。<笑>そのために前に立つ、まるで足軽気分ではないか。静かに癒すこと林のごとく。大将、俺様が時間稼ぐ間に気合い入れ直してよ。 わしが見ておるぞ、サスケ。はいはい、と精進しておるな。武田の相手にふさわしい。絶好は任せてください。俺ができるのはそれくらいだ。はい、俺様のお仕事本日はここまで。あとは任せたぜ大将。よし来た、サスケ。 この雪村、任されて。陣組を無駄にするな。使えるものは利用するぞ。武田軍最強が随分と舐められたものよ。武田の誉れ、常にそなたと共に。切り開け、何としてもなさねばならんのだ。 武田が心得一圧、たぎること火の如く。男のたぎる肉体こそ明日をつなぐ架け橋なるや。おお、では問うが、その炎は何のために燃やすものか。何のため、それは直せ。 この雪村、今一度己の風林火山を見つめ直す。
大変だ。死に方きこと影の如し扉が開いてしまった。神より先に忍るが武士。安らかに眠れ。残った陣だけは守り抜かねえと、うちに帰れねえぞ。 この報告は俺たちにとっては衝撃であった。今日はまだ糸裏をしてなかったな。よし。 以前、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。我らも続きますゆえ、お進みくだされ。直せ。もうよい雪室、わしのもとへ来い。 風林火山のなんたるか。行くぞ雪村。まっといおお親方様。ああ、ありがたき幸せ。近頃のあの方は虎を構うのにも飽きてきたようだ。私にとってはこのましいが、分身に伝えてくれ。最後の決まり、わしは待っている。<笑>手負いの虎は恐ろしいぞ。見たか雪室、これぞ誠の風林火山。 いいんだ、これで。そうですよね。